はい、酒好きの新潟人の飲酒動画。今回は、またビールです。またじゃねえか。結構最近あれだな、ウイスキー飲んだけど、それ以外なんかビール飲んでる気がするわ。ブラウンベルグです。ビールというか、第3のビールですね。これは、ゴールドベルグと、ホワイトベルグか。で、これ3個目の、ブラウンベルグ、ベルギー産麦芽シャスと、3種のホップ、過去トリプルホップが織りなす鮮烈な香りと苦味。ビール大国ベルギーが、ベルギーに学んだ洗練された味わいをお楽しみください。限定醸造、アルコール度数 6%。また 6% ですね。麦芽のうちベルギー産麦芽を 50% 以上使用。無濾過ではありません。と書いてあります。原材料が発泡酒、麦芽とホップと大麦とスピリッツ、大麦です。でも、ブラウンベルグシリーズじゃねえや。なんちゃらベルグシリーズはだいたい外れねえからな。普通にうまいんだよ。外れなしだ。うまいんだよ。このシリーズ、札幌。ベルグ、なんちゃらベルグシリーズ。ホワイトベルグシリーズ。うまい。普通にうまいんだよな、これ。ブラウンベルグ。そんじゃ、乾杯。あ、うまっ。うめえな。うめえな。うまい。うまい。これうまい。ホワイトベルグシリーズマジでうまいんだよな。これやばいぞ、これ。え？うまい！これ、え？普通のビールといっても過言ではないんじゃない？え？これあれだよ。エールビールだよ、これ。マジで。柑橘系の味わいの系ビールで、うまこれ。え？エールっぽい。エールっていうか柑橘系の苦味があって、ホワイトベルグもめちゃくちゃうまかったけど、あれね、二度目飲んだらね、結構ね、癖があったっていうか、なんか微妙になったっていうか、うん。でもこれうまいな。あれ、ゴールドベルグだっけ。あれもうまかったんだけどさ、もう味の記憶がないんだよね。これはなんかほのかな柑橘系の味と、で、なんだ。ブラウン系の、茶色い、その普通のビールと、黒ビールを混ぜたような味の、苦さ。ブラウンベルグを2015年の10月の27日に数量限定で発売します。あ、これ11月、もう経って、もう 1ヶ月以上経ってんだね。ベルギービールの中でブラウンエールに着目し、ベルギー産麦芽、トリプルホップ、上面、あ、
発酵酵母を使用して開発しました。通年販売しているホワイトベルグに比べ約2倍の鮮烈な苦味が特徴ですが、柑橘系の爽やかな香りを際立つことから飲みやすさも兼ね備えた商品です。うん。当社は気分転換に最適な鮮烈な香りと苦味、しっかりとした飲み応えのブラウンベルグを楽しんでいただきたいと思っています。トリプルホップの中の、そのトリプルホップ、三つのホップが、アポロ。柑橘系の香りと苦味が特徴。ポラリス。ミントなどのハーブのような香りが特徴。ザーツ。爽やかで豊かな香りが特徴。ホップの王道ファインアロマホップの一種。ザーツ。ザーツさんのあのファインアロマホップ使ってんの。これマジでこれ通年販売にしたらあかんのちゃうのこれ。うますぎるぞ。どうなってるんだ。札幌は化け物か。これ普通にマジビールって言って、飲んだら全然わかんないよ。どうなってんだこれ。香りはね、でも生ビールとかに比べると、って言ってもあんまりわかんないね。生ビールの、いわゆる、エール系ビールと多分飲み比べないとわからないんじゃないか。これは。うまいな。これが通年販売したら多分、札幌潰れると思う。おそらく。ちょっとうますぎる。うん。普通の普通のビールと変わらんレベル。うわ。うわ。変わらんレベルです。これやべえな。エールビール。多分原材料ぐらいしか多分違いない味で。多分ね、味でね、ほとんど違いが。程よい。ちょっと程よいのかな。柑橘系の味がちょっと弱い。じゃあ弱い。で、ホワイトベルグは多分秋がある。けど、ブラウンベルグは多分、この味はなかなかないんで、なかなかないって言ってもあれか。最近だと結構あれか、エールビールって流行ってっから、あるかもしんないけど。いや、これはうまいな。うまいなっていうレベルを、俺が以前飲んで、これはやべえって言って、二度目に買ったら全然うまくなかったっていう、確か、あれは、何だったっけ？あれ、札幌じゃなかったっけ？違うっけ？キリン、朝日か？いや、違う、キリンだな。キリンの炭切り？あれね、
絶対味変わってんだよ、あれ。あまりに。初期の頃はめっちゃうまかったんだけど、もう今だと多分味変わっても、全然、見る影もない感じになって。ほんと初期の時に飲んだらめっちゃうまかったんだけど。この多分ブラウンベルグも多分それ系か、まあまあだから限定醸造にしてると思うんだけど。だからそういうことだ。通年販売すると、まずくなるっていう。あのホワイトベルグもね、最初飲んだ時はうまかったんだけどね。2回目飲んだらなんか飽きたのか、飽きが早いのかわかんないけど。やけにね、あれーってなった。うん。何なんだろう。まあでもホワイトベルグも俺たちが5つ星ぐらいつけた記憶があるんだけど、違ったっけな。まあ、間違いなく4つ星はつけた。このブラウンベルグもちょっとうますぎるな。これやべえな。確か俺5つ星つけた記憶があるんだよな。ホワイトベルグ。でね、あ、また新しいの出ますね。ベルグシリーズ。ルビーベルグだって。当たった人だけ味わえる。ホワイトベルグでルビーベルグ当たるだって。これも多分、後で多分、あれです。通年販売されるパターンか。いや、限定醸造だな。限定醸造されるパターンなんで。俺はか、こんなのは、後でやる。後の待つわ、待つ。待ちます。でも、ホワイトベルグも最初飲んだときすっげえうまかったんだよ。五つ星つけるレベルでうまかったんだよ。確か俺ほんとに五つ星つけたんじゃなかったっけな。確か。ちょっと今、ググりますけど。自分の動画で、ググるけどね。すっげえうまかったんだよ、これ。ほんとに。俺もすっげえ驚いたんだけど。あ、おすすめ四つ星ですね。四つ星か。これでも今飲んだら三つ星ぐらい。でもないか。まあでも三つ星かな。で、ゴールドベルグが、前飲んだ時、五つ星つけてますね。ああ。前飲んだ時に5つ星つけてますね。で、このブラウンベルグ、ゴールドベルグどんな味だったかな、覚えてねえんだけど。まあでもブラウンベルグこれ100円ぐらいで売ってるやつだからね。第3のビールだからね。それでこの味だからね。ちょっとこれは限定醸造にしてよかったと思う。これ多分通年販売に、もし、このブラウンベルグ通年販売にしてたら、絶対、味が、ガクーッと下がってくる。もう初期の頃だけとりあえずうまくして、おいて、後でドカッと下がってくる。半年後ぐらいになると別物になってるパターン。だから、限定醸造は、まあ、いいです。だから、通年、の、だいたい10月 ?11 月ぐらいに、毎年これを発売してくれれば、品質の味をね、安定させて、毎、2ヶ月ぐらいずつ、ね、販売してくれれば、全然いい。味落ちるよがいい。それをね、またあれですけど、日華ウイスキーはしっかりそれを学んだ方がいい。こういう会社もあるんだよっていう、ことをね、学んだ方がいいです。絶対。日華ウイスキーはあれは結局、もう味落ちるっていう、落として、品質を落として、通年販売してるんだからね。
もうあれはもうアホ。だから札幌はね、俺これ個人的にこれで、個人的にこれは株が上がったね。うん。うん、苦めのこのブラウンビ、ブラウンベルグ。コクは強め。苦めです。甘みは少なめの。かなり結構苦いかな。結構苦い。香りもまあ、うん。まあ普通ぐらいか。うん。ちょっと強めっちゃ強めか。いや、これはあかん、あ、やばいよ。これはもう今更遅いかもしれないけど、今12月13日だからね。言うてあれだけど。もう多分もうそろそろなくなるんじゃない?これはもう、いつ押しやです。ですよ。これはマジで、やばい。衝撃のうまさ。値段100円でこのコスパの高さ、うまさ。どれをとってももう、香りとか甘みとか、これじゃ表せない。コク、あ、甘み、香りって。これだけじゃ、表せない。ね。味わい。ほとんど、エールビール。普通の第3のビール、200円、300円する、250円ぐらいするビールとほぼ同等レベルのものが100円で買えるっていう、この味をね、味がね、同等レベルのものを買えるって、このコスパの高さ。5つ星、4245です。これはマジで飲んだ方がいい。本当にうますぎる。やばい。これが、第3のビールの常識になったら、本当に、生ビールが多分売れなくなるぐらいの脅威です。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ飲んでね。